集まりではあんまり。ふわー、なんかもう、なんていうん、視界から騒がしい。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ということで早速夢見え、このまま眠りにつこうかな。眠ります。ほい、甘党に到着。一応ね、島を作った人がアンコさんって人やけん、それで甘党さあ目を開けてくださいな。アマって書いとる。あなたは今、アマという島に夢見てらっしゃるのよ。あ、旗ね。お帰りになりたい時には、こちらのベッドにもう一度横になってくださいますね。それでは、都のアマ島をご堪能くださいます。ふぅ。着いたぜ、アマ島。ほら、かわいい。サーカスのテントやね。一応このアマ島は、サーカス団の拠点みたいな、ちょっと怖くてかわいい島を目指して作ったらしいです。サーカスの世界観ってさ、なんかちょっと不思議、奇妙、不気味なとことかもあるかもしれんけど、でもなんか可愛いよね。ほら、なんかもうすでに不思議な世界観やもん。なんかいろんなおもちゃがいっぱい並べられている。お、なにこっち側。びっくりした、いけんのかと思った。ここから抜けれる。え、この案内看板ってあれなんや。ちょ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 。カラフルなのがあるんやね。初めて知った。普通の木のやつしかないんやけど。あれはあえてプレゼントをそのまんま置いてあるってことなんかな。なるほど。あえて残すというのがあるのね。かわいい。なんかちょっとした森の中って感じやね。やっぱサーカスっていうだけあって、いろんなものが結構カラフル。地面とかもそうやけど。お、やっぱいると思ったよ、サーカスといえばジュペッティ。やあ、観光会？僕は、ここにいる理由を探しているのさ。何？その哲学的な感じ。これちょっと大きくない？なんかこの辺も可愛い感じの。ね、いいね。そしてキノコもいっぱいあるね。なんかポップでカラフルな感じ。すごい。あ、見て、なんかいっぱい。いろんな馬が、こんだけあるのか、種類。私的には、あの、シマウマが可愛い。シマウマよき。ここで、滝の音を背に、自然に囲まれてゆったりと、いいっすね。キャンドルとかも焚いちゃって。なんかすごいカラフルな、花や地面。これはキノコとかも生えてるってことなんかな。お、なんかちっちゃいキッズスペースみたいな感じ。ね、かわいい。ん、お、こっち側にはなんかバーがあるよ、バーが。なんかこれすごいおしゃれに見えるな。ちょっと待って、下ろして。これすごいおしゃれに見える。これってあれか、このなんというの、マットの上は全部セットなんか。あれ、未だに私出たことないんよね。これは氷みたいな感じ。でもちょっと黄色いな、この壁。あ、どうも。あんこさん、来てくれてありがとう。いえいえ、こちらこそ、ご招待いただいて。個性的な格好だな。かわいい。でも森ガールとかあんな感じじゃない？格好。そして、あ、どうも、キノコっぽい格好。リンゴちゃん、最近ワクワクしてる？いや、私、いろんな人の島巡るの超ワクワクしながら巡りなんやけど。ね、楽しいよね。あ、ここキャンプ場？ほうほう。いかついね、キャンプ場。周辺になんか化石が置かれてあるんやけど。ん、そしてここは動物の、家の庭か。ちょっとゆったりできそうな感じ。なんか人の島巡り寄ったら、いつもなんか自分のとこの島と家具の色が全然違うのがすごい新鮮なんよね。なんかそれすごいいいよね。島によって違うというのが。そういう違いが多いの楽しいよね、結構。
あ、ここで絵を描いてるんですね。え、もしかしてこれを、びっくりした。え、あ、座れた、やっぱり。これを椅子代わりにして、絵を描いてるんですか？個性的だな。え、ここは何？洗濯しながら本を楽しめるということ？あ、でも私も、なんていうん？私のバイト先の近くにあるコインランドリーはね、洗濯しながら、ソファーと本が置いてある。ソファーとなんかちょっとした本棚とかがある。結構みんな浜辺に花植えとんやな。ね、多いよね。そしてこれきっちり色分けがされているという。そんな細かさがない私。でもなんかカラフルな色ってすごい見よって楽しいしさ。いいよね。テンション上がるよね。この色味が好きなんよね。家の。よくない？ピンクと水色って最強やと思うんよ、個人的に。めっちゃ。おー、すごいな。庭カラフルー。作業台に、ちょっとなんか、犬も目がチカチカしたりしません？一瞬公園かと思ったよ、庭だった。まあ、でもあれか、犬は、世界が結構白黒に見えとんやっけ。なんかそんな感じのことを聞いたことがあるような気が。お、そしてこっちが、みんなお家の庭がすごく個性的だわ。バーかと思った。え、でもちょっとしたカフェみたいな感じなんかな、ここは。そしてところどころにね、蝶々が。お、なんかこんなところで、秘密のパーティーが行われている。いいね、いいね。そして、おー、いいっすね。あれなんか結構パリピみたいな子たちが多いんかな。至るところでパーティーが行われているような感じが。ん、そして、うわ、すごーい。え、すごくない？なんか。なんかめっちゃいいね。なんかすごいワクワクするんやけど、わかる？この感覚。え、このすっごいごちゃごちゃ感。めっちゃいいやん。これ何で作っとん？これもなんか秋のやつかな。なんか植物っぽい感じよね。一瞬雪の結晶かなと思ったけど。どうなんやろ？初めて見たよ。うわー。なんか、すげえ。なんか世界観が、ね、動物の森じゃないよね。あ、そしてこの騒がしい中、ちょっとした静かな場所。でもお墓にも風船が添えられているのね。まあ亡くなった人も、静かよりは騒がしいのを好む感じやったんかな。え、なんか時計がいっぱいあるな。今気づいたけど。やっぱりなんかすごい不思議な感じ。お、小人さん、何をしたためているんだい？うわ。あれやね。なんていうん。全部でかいんやね。私こういうの全然頼んでないけん。わからんねえけど。お、月だ、月。こんなところに月が出ている。あ、この先はあれなんか、工事中ということね。ふんふんふん。んで？あれ？ここは？ん？何これ？あ、段差があった。違う段やった。いけんのかと思った一瞬。そしてこの先は、こんな感じで、なんか巨大な要塞？お城？なんか、ね、なんやろ、RPG とかにこういう街ありそうじゃない？確実に動物の森の世界観ではないよね。うん、すごい。ドラクエとかに出てきそう、なんか。あ、ファイファンとかでもあるかな。なんか、ああいう感じの街。なんやろ、時計がいっぱいあったけん、時を操る。この村は、時が止まってしまっているとか、なんかそういう感じの設定。え、なんかそういうのありそう。
RPG で。橋かと思った。違うんか、柵？あんま。ここがお家ということだね、あんこさんの。ふんふんふん。作業スペースが横にある。お邪魔しまーす。おー、家の中ももう完璧に超カラフル。そして服装も派手派手。ハッピーバースデー、かわいい、こういう感じなんや。ね、こういうの飛び盛りではよく見かけよってけど、集まりではあんまり。ふわー、なんかもう、なんていうん、視界から騒がしい。音がとか以前になんかすごく騒がしい部屋って感じ。はい、それじゃあ左の部屋へ。あ、こっちはキッチン？リビング。いや、ダイニング？派手派手だ。多分すべての部屋がこういう感じなんやろうけど、でもなんか騒がしいのに綺麗で可愛いんよね。すごいな。よく。なんなんやろうね。こう。こういうのって、ハッピーホームアカデミーとかの評価はどうなるんやろ。カラフルすぎて。でも物いっぱいあるけん大丈夫かな。適度に。なんかあれやん、色の系統を統一して、みたいな、なんかいろいろ言われることない？あ、奥はなんか森の中みたいな感じ？あれ、これ座れないんすか？え、座れなかった。これ座れないの？マジで？え、ベンチかと思った。違うのか？そこのおじいさん？今、薪をくべよるところかな？え、いいね。癒しの空間やん、めっちゃ。はい、そして、右側の部屋へ。なんだ、ここは。物置か。物置か。え、なんかお金が大丈夫ですか？適当な扱いをなされているような気がするけども。あ、でもまあ一応物置とは言っても、多少くつろいだりとかはできるんかな。で、これは買えるの？ちゃんと。中身は入ってるんすか？はい、そして、2階へ。ん？ 2 階はなんだかすごく民族チックな感じだな。ね、超民族チックな感じだな。なんかこのカニさ、定期的にいろんな人の島におるね。これって何？何ガニなの？これは何なの？家具？それとも、頼んだら作ってくれるやつなん？その、ジャスティンだとか。そういうことではないかな。家具なんかな、これ。でも動きよりよね。確実に。謎。はい、そして、地下へ。ほっ。地下は、何が行われているんですか？なんか、何かしらの実験が行われよりよね。怖っ。なんか、こっちだけ見たらちょっと遊びとかしようかなって思うけど。ここに寝よったらなんか人体実験に使われるんじゃない？私怖。お、そしてここでは調べ物をしている人も。調べ物をしている人、実験をしている人。この人は何してるの？遊んでるの？でも裏側におるし、点検しようかな。はい、お邪魔しましたー。すごいテーマパークのような家だった。お、びっくりした。飛び越えたよ、飛び越えた。ちょ、待って、そっちに行きたいんだ、私。おし、おし。あ、ここに橋があるの。そして、こっちの方に行くと。ん？ここは来たところ？え？来たところよね。え？多分。え？違うかな？え、来たよね。こっちの奥は？
は別に何もなく、あの派手な街並みが見える場所と。で、こっちの下に行くと、おぉ、この奥にも広がっているのね。なんか悪そうな人たちがおるよ。何ここ。うわ。なんか、ここでも変な実験が行われている。何が煮詰められているの、これは。なんか化石って結構ツルツルしとんやね。もっとデコボコしとんかと思ったら。ね、ツルツルのツヤツヤやん。うわぁ、大変なところに迷い込んでしまった感が。やばいっすね。あ、で、こっちが工事中と。ふんふんふん。そして、あ、こっち側は行き止まりなのか。なるほど。じゃあ私はこの場所は見なかったことにしよう。多分、怪しい実験や怪しい取引が行われて、お？こんなところにもお墓？なぜ？一個だけポツンと。誰のお墓？あの小人たちに殺されたわけじゃないよね。恐ろしすぎるんですが。いや、なんかさらに上の方にもなんか、お？なるほど、ここに出てくるのか。で、こっちの方に行ってないよね、右側。あ、なにこれ？お花屋さん？綺麗。いいっすね。なんかちょっと上品げな感じの雰囲気。この島の中では、あんまりないような。あ、カエルってこういう感じになるんや。へぇー、かわいい。ハスの葉っぱがついてくるんやね。桜も綺麗だな。あれは春しか買えんやつ？まあ、きっとそうだろうな。自分で聞いときながら思ったけど、きっとそうだろうな。ん？あっち側飛び移れないのか。なるほどね。フランソワとかもいるのね。お、そしてここは、ランドリーですか。洗濯スペース。あれは傘かな？テントウムシの。傘っぽいね。で、こっちの方に、なんかまたしても謎の空間。あ、あれ博物館？ええー。なんか、謎の建物みたいな感じに見えて不気味やね、すごい。で、そして、クリスティーヌとかもおるんかな？あ、結構なんか、色分けされとる？ちょっと今更ながら。なんかここ、周り全部黄色い感じ。ね。小人の帽子の色とかも。そしてこっちは全部なんか青い感じ。そういう感じで。なるほど、なるほど。んで、こっちの方は？すごいカラフルな傘だな。あ、ちょっと開けた場所に出てきた。ここはなんかピンクがテーマっぽい感じやね。ふんふん。この辺多分まだこれからやっていく感じなんかな。ね、今までのとことちょっと違う気がする。何ここ。え？なんだかまた、謎の施設が。ひえ、この民族的な何かしらをいろいろと避けて。そしてここが、博物館。なるほど、なんかいろいろと柱とか、ね、でっかいもの。でっかい建造物とかをいろいろ置いて、不思議な空間が作り出されてあるんやね。そういうの全く思いつかんけんすごいな。ね、すごいね。なんか、謎の世界観。あれや、なんかクロノトリガーとかにもありそう、ああいう感じ。ああいう感覚。あ、そしてこっちの方にも。ここは？ここにも人がいらっしゃるじゃないの。何これ学べるの？学べるの？なんか勉強するんかな。ここでここで星をちょっと眺めつつ、ちょいちょい人がいるみたいなんだけども、この上は飾りかな、博物館の飾りか。ふんふんふん、そういう感じ。と、そして、こっちの方の浜辺。まだ行ってないよね。おう、こっちじゃない。
びっくりした。なんかと思った。半妙か。焦る。お、ここは？あ、見てこれ。ここエイブルシスターズ。え、エイブルシスターズの手前どうなってんだこれ。なんかいろいろと個性的な施設に作り変えられている感が。ね、すごいね。あ、ここ採掘場？みんな結構石集めとんかな。私はもうすごいランダムに生成されてあるんやけど。光る貝とかがあるのか。ここはなんだろう、バーなのか？バーっぽいけど、魚が置かれている。そしてこっちが、まあ、海岸と。ああ、なんかすごく平和な感じ。逆になんかね、街中いろいろと騒がしい感じあったけん。すごく平和な浜辺。すごいな、でもなんかね、いろいろとバランスを考えて置いとるってことやろう。へえ。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかすごい不思議な空間っていいよね。でもそれを思いつく、それを家具で表現できるっていう、その才能が欲しいです。